こんにちは、アキです。今回はこのレンズ、ジュピター850mm F2 で撮った写真の紹介です。皆様はこのレンズご存知ですか？旧ソ連時代に作られていたもので、カールツアイスゾナーのコピーだって言われてるやつですね。かなり長く作られていたので、最近のレンズだったらかなり性能も良いのでしょうけれど、私のは1955年製の初期型って言われるやつです。なので早速見ていただいているこのアジサイみたいに、まあまあまあぼやっと映ります。そんなにね、クリアで解像感よくみたいな、まあ今のレンズだとか、あるいは一眼レフ時代のそんなね、いいレンズみたいなのとは全然違う映りをします。でもこうやって強い光の下でしっかり撮ってあげるとすごい綺麗でしょ。優しい感じというか可愛らしい感じに映してくれます。今回使ったカメラはいつもの富士フィルムの XE3 で、使ったフィルムシュミレーションはベルビアです。全部の写真ベルビアで撮ってます。なんでベルビアなのっていうと、やっぱりジュピター8がかなり優しい写りをするんですよね。つまりまあふわっとしてコントラスト控えめな感じで、色もやっぱりハレーションとかでまあ薄まるっていうかね、もやもやっとして、まあ言ってしまえば眠いような写りをしてしまう子ですから、そこを補うような形でベルビアの派手さっていうのを足してあげようって思ったんです。この子は絞り解放の時っていうのはもちろん優しい写りをするんですけど、じゃあ絞ったらすごいかっこよく精細にシャキッと写るのっていうと、そんなことないんだ、これ絞るとこんな感じになるんだけれど、まあそこまでではないよね。確かに綺麗にはなってるんだけど、まあでもそんなにさ、ものすごくシャープで、なんだろうね、細かいとこまでしっかり写して、まあ全然味が違うね、みたいな感じまではいかないよね。なんかやっぱり絞ったって強い光のところはちょっと滲んでたりするし、まあそれがね、この子の味なんだよね。50mm の F2 っていうスペックは、まあ当時としてはね、明るい方なんだけれど、今となってはね、もうそこまで特別明るいレンズって感じもしないですよね。まあ綺麗レンズが F1.8 だったり、まああるいは標準レンズがね、一眼レフの時代なんかは F1.4 だったりしたっていうことを考えると、まあ F2 なんてそんなにみたいな感じにね、思われがちなんだ。最近はカメラ本体の高感度耐性っていうのもどんどん上がってますから、本当の意味で明るいレンズっていうのを明るさだけで捉える人っていうのはいないと思うんですよね。もうやっぱりそれは被写界深度がどれだけ浅いか、要するにどれだけボケるかみたいなことのために F 値っていうのを気にするんだろうなって思うんだけれど、まあそういう意味ではね、50mm F2 っていうのはまあ普通なんじゃないって思われるんだけど、まあでもね、その普通のレンズだってこれだけはボケるんだよっていうのがこういう写真です。葉っぱとかお花で反射した光が天候源みたいになって玉ボケっぽくボケてるんですけど、なんとなくの丸のね、輪郭の部分っていうのが強調されたボケをしています。まあバブルボケっていうほどね、はっきりはしていないのだけれど、やっぱり輪郭が出てくる感じはありますね。今更ですが、これを撮ったのは浅草なのかな、の近くにある隅田川沿いの公園で撮りました。まあなんか関係なく普通にポポポってアジサイがね、植えられてて、でそこがね、すごい綺麗だったんですよね。で、例えばなんかすごいなんだろう、群生みたいなわけではなくって、公園の一角になんかモサモサって生えてるようなアジサイだったんです。で、アジサイいろんなお花があるじゃないですか。まあ学アジサイとかいろいろあるけれど、そうじゃなくて色合いでもね、いろいろあるでしょ。で、かなり濃いようなアジサイなんかもよく見るんだけど、ここのはね、っていうのはここの集団はかなりミルキーというか、まあピンク色とかね、薄い色が多かったんです。夏っていうかもうそろそろ梅雨だね。なんか今年は早いから、なんか季節が本当に早いから、どん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 咲いちゃうし、季節も進んでるのだけれど、まあ梅雨をね、代表するお花のアジサイですよね。皆様はどんな風に捉えますか？まあ、マクロでね、撮る方もいるんだろうなとは思うし、まああとはなんだろう、広角でね、たくさん生えてるところをこうもさーって入れてあげて、もさーってなんだ、わかんないけど、もさーって入れてあげて、たくさん入ってるよみたいな風に撮る人もいるだろうし、まあ、皆さんはね、どんな撮り方がお好みかなっていうのをね、ぜひぜひ教えてください。ところ変わって、こちらはご近所、そう、いつもの田舎町でございます。なんかこの辺ってかなり夏になると大気がモヤモヤするんですよね。なんなんだろうね、なんか塵のせいなのか、あるいは温度のせい、温度とか湿度のせいなのか、なんかクリアな空みたいなのはまずないんだよね。ちょっとモヤモヤっとして霞んだような景色が広がります。で、それをね、ジュピター8で撮るとさらに霞むんだ。本当に霞むんだけど、まあその霞んだ感じっていうのがね、ジュピター8だとさらに強調されて、
まあ本当暑い夏だな、来たな、ついに、みたいな感じがね、すごいするんだよね。まあ暑い夏は私は嫌いなんですけどね。で、暑い夏は嫌いなんだけど、まあこういうね、森みたいな公園に行くと、まあちょっと涼しいなって思うんだよね。まあ、日差しが当たってるとこは暑いのだけど、それは暑いんだけど、まあでもね、この水辺とかで、あと木陰になってるとこだったら、すごい涼しくって、で本当に暑くなると、そんな場所にいようがなんだろうが暑いから、40度とかになる場所だから、まあとてもね、歩けなくなっちゃうんだけど、今の季節はね、ちょっとこうやって、まあ新緑ではなくなっちゃったな。かなり濃い色にはなってるんだけど、こういうね、森を撮るとか、あとはこのね、木陰にのね、ちょっと日が差し込むところのアジサイを撮るとか、そういうのをして遊べる時期で、まあ夏に本格的なね夏になる前に安全に出歩けるうちに出歩いちゃおうって思ってたから、こうやってねまたジュピター8を持ってお散歩をしてました。そして私のご近所の方ではちょっとね東京とかよりは遅れて花菖蒲が咲き始めました。まだ全部の株が咲いてるみたいな感じではないのだけれど、まあ、いろんな色のお花がねだんだんとついております。でここもねそれなりにはまあ植わってるんだ、花菖蒲園みたいな感じにはしてるのだけれど、花菖蒲って本当に密集して植えてない限りはやっぱり単独で撮るようになっちゃうね。まあ望遠で撮るとどうかな、ちょっと持ってってみようかなと思うのだけれど、圧縮効果でね背景のやつもとか思うんだけど、まあ、結構スカスカなんだよね。だからなかなか撮るの難しいなって思ってて、どんな風に撮るのかな花菖蒲ね。私なんかいつも望遠で切り取って、もう本当に一輪ずつみたいな感じなんですけど、まあ、皆様はどんな感じかな、どんなレンズとかどんな構図とかで撮ってるかな。その他にもね道端の植物なんかを撮ってお散歩をしておりました。でこの子はねすごく軽いんです。多分金属は金属なんだけど、アルミかななんかわかんないんだけど、警護菌なんだよね多分ね。だからすごい軽くって、多分百何十グラムとかかななんですよね。だから XE3 なんかつけると本当にひょい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 持ち歩けるから、すごいねお散歩に便利なんですって。明るさもねそこそこあるから、ちょっと日陰ぐらいでも撮れるし、まあ、本当に日陰になってくるとねちょっと写りが良くないんだけど、かなり強い光の下でまあすごいね面白く写れる子だから、まあ、なるべくね晴れた日に持ち出してあげようって私は思っております。でそんなジュピター8、最近は割とお値段がするんじゃないのかな、あんまり状態が良くなくても1万円近くするよね。私のなんかそんなに別にダメージもないんだけど、何千円とかだったんだが、まあ最近はね、そういうソ連製のレンズなんかもね、だん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 値段が上がっておりますので、で、これは多分ね、無限に上がっていくから、どうせね、まあ数は減っていくだけだから、まあね、あるうちに、まあまだね、今が一番安いっていうね、危ない精神もあるけれど、まあでも今が一番安いんだっていう精神でね、ぜひ見つけて、まあ手が届く範囲でしたら、まあ買ってみてくださいね。とっても面白い子ですよ。で、持ち出しやすい子です。ということで今回はジュピター8、50mmF2 で撮った写真の紹介でした。でこんな風に私オールドレンズはまあ本当に古いのかな、まあちょっと新しめのマニュアルのレンズとかまで使っております。ぜひぜひね気になった方はチャンネル登録して他の動画も見ていただけると嬉しいです。そしてコメントもどしどしお寄せください。感想でも質問でも雑談でも何でも大丈夫です。待ってます。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。